こんにちは。USCPS 試験、出願州の選べ方についてお話をしていきます。まずですね、この USCP を受験するためには、いずれかの州の受験資格を満たす必要があります。でこの受験資格のうちは要、要構成要件ですけども、一つ目が学位要件というものですね。でこれは4年世代学卒業の学位を必要とするもので、これを問わないという州もあったりいたします。 もう一つが単位要件というものですね。これは大学とか大学院で取得をした会計単位、ビジネス単位、そして総取得単位を一定する、一定数以上取っておく必要があるという要件になっておりまして、これらのですね、要件が仕事に異なっているという形となっておりますで。皆様ご自身にとってですね、受験資格を満たしやすい種を選んでいただきたいというふうに思いますけれども、なぜかと言いますとですね、この早期受験開始、早期合格は狙えるからですよね。 そして2つ目なんですけども、全米統一試験です。この受験資格は各州によって違いますけども、その先に受ける試験は同じ試験なんですね。なので、試験合格という価値は一緒だということです。具体的にもう提案してしまいますけども、皆様の中でですね、4年生大学を卒業しています。会計単位がゼロか少ないという方は、ですね、アラスカ州を第一の候補としてご検討いただければと思います。 続いてですね、この合格後のステータスについてお話をしていきたいと思いますけども、まずですね、ご覧いただいている皆様に目指していただきたい目標としては、この合格パスですね、この USCAP 試験4科目、すべて抜かりましたという状態を、をまずを目指していただきたいと思いますけども、この USCAP 試験合格とですね、履歴書等に書くことができますので、この終点職、キャリアアップには、この合格で十分なステータスなんですね。でこれに加えまして、このライセンスを取得に必要な実務経験を積むことによって得られますのが、このライセンスというものになります。 このライセンスまで取得するメリットはですね、この名刺に肩書きとして、この USCPA を書けるということになりますけれども、この多くの州ではですね、この実務要件といたしまして、この監査法人、会計事務所での実務とか、 米国基準の会計業務、そして直属の上司が USCP である、そういった上司のもとでの業務である必要があるということでですね、日本国内ではこの大手監査法人の国際部等であればこういった要計を満たすことができるという形なんですが、ただですね、ちょっとなかなかそういったことに当てはまるというのは少ないんじゃないかなと思います。で、これはもう赤文字で書いておりますけれども、このワシントン州と一緒ありまして、こちらの方ではですね、一般事業会社、一般企業での経理等の会計業務でもですね、この実務経験として認める可能性が高い、こういった州があります。 でもう一つご紹介したいステータスが、このインアクティブのライセンスというのが具体的に例外的にグアムで取ることができまして、この実務経験がなくてもですね、この取ることができるライセンスなんですが、ただし名刺に書く場合にはですね、この UCCPA の後にこのインアクティブっていう。 こことを書く必要があるわけですこのインアクティブという言葉の意味はですね非活動という意味になりますのでこの会計、監査、こういった実務を行っていない会計士という働きになりますから、この監査法人さん等によっては、ですねこのインアクティブのライセンスだと、えー、名刺には書けない、まあ、そういった規定を設けてらっしゃるところもあります。ライセンスに関しましては、ですねこの必要に応じて取得をご検討いただければと思います。まあ、ライセンスを取ることの最大のメリットは、この名刺に書けるということですね。 で実務経験に関しましては、先ほど少しご紹介しましたが、一般事業会社の一般企業の経理等の実務経験でも認められる州があります。具体的にはワシントン州ありますので、このライセンスまで考えたいという方は、ですねこのワシントン州をご検討いただければと思います。それでは、ですねタックでですねご紹介してました主な受験州について、これから4つですね、ご紹介、5つですね、すみませんご紹介をしていきたいと思います。まず一つ目がアラスカ州ですね。アラスカ州は4年生大学卒業の学位。 それから会計15単位が必要ですけども、指定科目がありません。指定科目なしということは、ですねこのどんな単位でもいいので、会計単位となる15単位、会計単位を15単位取っていればいいですよということなんですよね。ですので、まあ、現在会計単位がゼロか、あるいは少ないという方には、ですねこのアラスカ州がお勧すすめになってきます。あとはですね、 4大卒とは書きましたけども、例えば日本の4年生大学に在学してらっしゃる方に関しましても、見込み受験制度というのがございまして、在学中の受験が可能になってきます。タイミング的にはです、ね、4年生の後期になってくるかと思いますけども、今いらっしゃる大学の卒業に必要な卒業単位数あると思うんですが、この卒業単位数に対しましてですね、この大学で取られた単位だけで残り18単位以下になっていれば、 あとはですね、この会計15単位を取っていればですね、この卒業見込みという形で出願ができて、受験を開始することができる、そういった仕様でもあります。二つ目がですね、ニューヨーク州ですね。ニューヨーク州の要件は、総取得単位が120単位、それから指定科目、会計4科目があります。でまあ、具体的にはですね、この指定科目ですけども、その USCPA で学ぶものとこのえ関連をしておりましてですね、財務会計、管理会計、 税法、監査ですね。こういった単位を取る必要がありますという形。あとは120ですので、大体この4年生の前期、あるいはですね、早くても4 3年生の後期ですね、こういったタイミングになるかなと思います。在学中の受験を考えていらっしゃる方ですね。ただ、卒業していなくても大丈夫なので、学位を取らない、そういった州でもあります。3つ目がモンタナ州ですね。えー、モンタナ州の最大の特徴は、学位要件が問われないという形なので、例えば、えー、その、 4, 4年生大学を中退した方とか、あるいは短大卒の方とかですね、あとはイギリスとかオーストラリアなどの,この3年生大学を卒業されてらっしゃる方などはです、ね、このモンタナ州を候補としてご検討いただければと思いますで。単位の要件としましては、これ自体はそれなりに厳しいわけですけれども、会計単位24単位で指定科目があります。財務会計、管理会計、税法、監査ですね、このレベルのこの科目を取る必要がありますということと、あとビジネスなら24単位取得が必要があるという形ですね。 あとは、日本の大学在学中の方に関しましてはですね、この要件、2番のこの要件を満たしていただければ良いので、えー、その3年生後期、4年の前期の段階でこの要件を満たしてですね、出願を開始、出願をして受験開始をすることができる。そういった州でもあります。えー、続いてご紹介しますのは、ワシントン州ですね。このライセンスということでご紹介した州なんですけども、えー、要件としましてはそれなりに厳しめです。4大卒と、えー、会計24。 ビジネス二十四、そして総取得単位百五十単位が必要です。この総取得単位百五十という数は、ですね、の日本もアメリカもですね。この四年生大学を卒業されていらっしゃると、取っている単位数が、だいたいこの百二十から百三十単位という方が多いです。 ですので、まあ、大学院まで行ってらっしゃればです、ね、これ150取れてるかなという方多くなってくるわけなんですけども、まあ、タックの方でもです、ね、この150単位最初から取れてる方が少ないです。印刷の方も少ないので,で、どういった形でこの150を満たしているかといいますとです、ね、ご出身の大学で120から130取ってます。ただ、この会計ビジネスの要件に対しまして、不足要件があるという形で、またこの不足,要不足する単位に関しましてはです、ね、タックが提携しております、ブラッドリー大学。 のですね、プログラムがあるわけなんですよ。こちらで取っていただいて、ご出身の大根の単位と、ブラッドリー大根の単位と合算して150単位以上にしているという方が多いですね。 はい、あとは、ライセンスの要件として求められる実務経験ですけれども、この一般事業会社のです、ね、経理等の実務などです、ね、幅広く認められる可能性があるということと、この実務経験を証明してくれる方がです、ね、直属の上司の USCF じゃなくても良いという形となっておりますので、タックの方でもでも、ね、このワシントン州に関しましては、サインができる講師がおりますので,です、ね、このライセンスサインサポート、ちょっと別途有料のサービスになりますけれども、こういったものもご用意しております。皆様の周りに見渡していただいてです、ね、サインしてくれそうな USCF いないなという場合にはですね、お声がけいただければと思います。 と思いますあとですねこの他州からの合格実績の移行、トランスファーの制度があるということなんですよね。はいこれは何かと言いますと、このワシントン州だけに実はあるわけなんですが、このライセンスを狙えるということで魅力的ではありながら、ですこの学位要件、対応権はそれなりに厳しい。 ですので結構単位をたくさん取らなきゃいけないなという方にとっては、ぜひこれをご検討いただきたいんですけれども、例えば受験資格は緩やかな州といたしまして、この冒頭にご紹介しましたアラスカ州とかそうなんですけれども、アラスカ州でまずは受かっていただいてですね、アラスカ州で受かった後でいいので、このアラスカ州とワシントン州の,この単位要件の差分がありますね、差分があります。 受かった後にこの差分を付け足していって、ワシントン州の要件を満たした状態になればです、ね、この合格実績をアラスカからワシントンに移していただいてです、ね、ワシントン州の要件、実務要件を満たすことによって、ワシントン州のライセンスを申請することができる。つまり、この単位の取得ですね、不足する単位の取得を、例えばアラスカ州の合格の前とあとですね、これに分散することができる。これがトランスファーの制度になりますので、この特に会計単位が少ない、ビジネス単位が少ないという方はです、ね、このトランスファーの制度もご利用。 トランスファーの制度のご利用もですね、ご検討いただければと思います。はい。では最後にご紹介しますのはグワムですね。はい、グワムに関しましては、このインアクティブのライセンスが狙えるということで魅力的な州ではありますが、この要件的にはそれなりに厳しいです。四大卒等ですね、会計24単位で指定科目があります。ビジネスが24単位で指定科目があります。という形ですね。ただ、見込み受験制度。 このアラスカ州とは違うんですけども、この要件を満たしきる前に出願をして受け始めるということができますが、ただし初回受験から18ヶ月以内にこの要件を満たしきる必要がありますよという形なんですね。ですね、あんまりこの取り切らない段階で見込み受験を使ってですね、出願をしてしまうと、やっぱり皆さんにとって一番大事なのは本番の試験に受かることなんですが本番の試験に受かるための勉強とですね、この不足する単位の取得を同時並行でやっていく必要がありますので、タ、ま、ッの方ではこの見込み受験制度は 使わないか、ですね使うとしても残り科目は少なくなった状態でお使いいただくことをお勧めしております。はいまあ、最大の魅力はインアクティブのライセンスの取得,ライセンスの取得が可能ということなんですけれども、実はですねお伝えしたいポイントとしましては、2021年の12月16日以降に、インアクティブのライセンスを含めて申請をする場合には、ですね受験資格はここでご紹介しました通りなんですけれども、インアクティブライセンスを取るため、を含めて、ですねライセンスを取るためには、総取得単位が150単位いります。 あとは A6 ですね、倫理ですね、アカウンティングコース、会計学のコースの倫理の試験の単位とかですね、倫理の科目の単位とか、あとリサーチアナレシスの2単位の取得、こういったものも必要だとなってきますので、ちょっとこの受験資格からこのハードルが上がってきたというのはですね、グアムになってまいります。 はい。以上ですね、5つの受験種ご紹介してきましたけども、皆様ご自身にとってですね、自分はどの種にが一番合ってるんだろうかということに関しましてはですね、タッカー実施しております、この無料の受験資格取得状況診断サービスです。こちらをぜひお気軽にご利用いただければと思います。必要なものといたしましてはですね、パンフレットやホームページにございますけども、この診断サービスの申し込み書、 それからですね、英文の成績証明書ですね、こちらを登場い,いただきまして、コピーで結構ですので、こちらの方ですね、タックルの方にお送りいただきましたら、だいたい1週間程度でメールにて返信をさせていただいておりますので、お気軽にご利用いただければと思います。それでは以上でお話を終わらせていただきます。ありがとうございました。